南木村は群馬県関楽郡の村。高齢化率日本一の自治体である。隣の長野県南作郡にある、同じ漢字表記の南木村は南牧村と読む。群馬県の南西部の山間に位置する。村域は東西に1 6 5 k m 南北に 9.2km で、面積は118.83平方 km、標高は 最低320メートルから最高1442メートルである。縦沼高齢化率が2006年10月より日本一となっている。2013年10月1日時点で村民の平均年齢は64.6歳である。過疎地域自立促進特別措置法第2条1項の過疎地域に指定されており、村の維持のためにも過疎対策が急務となっている。 2015年国勢調査における、老年人口割合は60.5%と、日本一の割合である。同調査において、老年人口割合が60%を超えている、市町村は、東村のみである。逆に、年少人口割合は3.0%で、日本一低い割合である。2014年5月8日に、民間シンクタンク、日本創生会議が発表した、 消滅可能性都市の市町村中で最も消滅可能性が高いと指摘された。村内に鉄道路線は走っていない。最寄り駅は上新電鉄上新線下仁田駅。道の駅オアシス南木南木村、ふるさとバス。ありがとうございます。